の老人からお前の力を見るよう言われている。さあやろうじゃないか。俺に向かって攻撃してみろ。腕を見てやる。心配するな。ちゃんと受け止める。その程度か。悪くない。次はもう少し手強いぞ。うまくやれそうだな。だが当分は使い走り役だぞ、ちんまい。やれと言われたことをやるんだ。これが俺の剣だ。エオルンドのところへ届けて研いでもらってこい。取り扱いには気をつけろ。おそらくお前の命よりも価値があるからな。どうしてここにいる？ということは新入りだな。おい、あまり気にするな。みんな昔は若造だった。その話をしたくないだけだろう。言われたことだけをやるのはやめろ。同胞団では誰の指図も受けることはない。自分は同胞団じゃないが、彼らは炉の正しい使い方を知らないんだ。手を貸せて光栄だよ。エオルンド・グレイメーンだ。スカイフォージを動かしている。スカイリムとタムリエルで最高の鋼だ。まあ方法はわからないが、とにかく彼らは指揮を取っていた。イスグラモル以来指導者がいないのだ。コドラクは導き手で全体の相談役のようだ。だが男も女も頼りきらず自立している。待ってくれ、行く前に。頼みたいことがある。アイラの盾を作っている。悲しむ妻のもとに戻らなくてはならない。これをアイラのもとに届けてくれると嬉しいんだ。よくやった。一緒に狩りがしたいなら足が速くてもっと目ざとくなくちゃ。よかった、これをずっと待ってたのよ。あなた初めて見る顔ね。話したろう。こいつがビルカスの言ってた若造だよ。ええ、派手にぶちのめしたって聞いたわよ。ビルカスの前ではそんなこと口にするな。本気で戦ったらビルカスを倒せると思う？ああ、行動で示すタイプなのよね。そういうところが好きだったのよ。ほら、一休みする場所をファルカスに見せてもらいましょう。ファルカス？呼んだか？当たり前でしょ、おバカさんね。この新人に他の若造たちの寝場所を見せてやって。新顔か？よく来たな、ファルカスだ。ついてこいよ。スコールとアイラにはよくからかわれるが、いい連中だよ。彼らは常に最善を尽くすよう求めてくる。新顔は歓迎だよ。たまに退屈するからな。ずっといてくれることを願うよ。辛い人生になるかもしれないからな。絵はここだ。疲れてるんならベッドで休んでくれ。ティルマがいつも部屋を掃除してくれる。よし、あんたはここの一員だ。他の連中もあんたに会いたがってる。仕事が欲しければ俺かアイラに会いに来るといい。名前を売れば
スコールやビルカスからも仕事が回ってくるかもしれない。頑張れよ、同胞団はあんたを歓迎する。ところで、もし手も無沙汰なんだったら、まさにここホワイトラン要塞で問題が起きている。なんとかしないとな。パルメルだ、夜中に人々を襲ったという報告が来ている。よし、容赦なくその刃を震え。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら。